俺そんな怖いかなっていうありまして、あのちょっと前にね、あの宮城に行ったんですよ。で宮城行って、まあ、一応まあみんなにまあお土産買わなきゃいけないかなと思って、まあ、スタッフさんの用と、まあ、芸人用でまあそれで買ったんですけど、ただ最近こう芸人が一気にこう増えて全部で多分もう50人弱ぐらいいるんですよ。でこれさすがに全員分こう萩の月とかはもう買ってらんないなと思って、高すぎて、まあまあもう安物でいいだろうと思って、まあクッキーの詰め合わせで安いのまあ買って、でまあ渡そうと思ったんだけど、ただまあ数が芸人が多いから今なかなかこう一堂に会する機会もないんですよね。ライブももう選抜だし、で唯一1ヶ月でみんなが会うのがネタ見せの日で、まあネタ見せは全員まあ来て、ただまあ時間ごとにブロックで分かれてるんですね。でまあ僕まあ中盤ぐらいだったんですけど、まあ全員に一応渡したいから一番最初の時間帯に来て、で須藤さん早いけどどうしたんですかって、いやまあ一応お土産あって全員に渡したいからって、優しいですねって言われて、いやその大将じゃない、でまあこれクッキー置いて、で自分の出番終わって、まあ俺の後にもまあ芸人いるんだけど、まあ俺もそのネタ見せ帰って、でまあこれは須藤からって言っといてって言って、でその後しばらくしてからの上海お米ワールドに会ったんですよ。でその時は多分初対面ぐらいだったんだけど、まあ、あの会うなりも直立不動みたいな、おはようございます、まあ、上海お米ワールド新しく入りました、よろしくお願いします、そんなのでやめて、かしこまらない、あの先日あのクッキーをいただきまして本当にごちそうさまでした、たかだかね、その安いクッキー1枚で、そんな俺別に切れないし、クッキーの俺ないで、でそんなもういいのよって、いえあの先輩から須藤さんに会ったら絶対にごちそうさまって言いなさいって言われました、怖すぎるだろ